交換するような感じで、はい、交換する、あ、そうそうそう、あ、そうです、あの生徒さんちょっとそのやりながら多分こう落とす前と力を持って上がってってるので、はい、皆さんこう、ね、力抜いてリラックス安芸市矢の丸にある古民家の宿泊施設こちの屋で行われた日々着物は日常生活で着物をもっと活用してもらいたいと初めて開かれたイベントです。会場では着物姿での撮影会や着物の販売・展示なども行われました。こちらは着物のリメイク作品です。50年ほど前の着物をほどいて3ヶ月をかけて手縫いとミシンで制作したものだそうです。よく見ると様々な柄があって着物の楽しみ方とっても幅広いんだなと感じます。また着付けのワークショップも開かれ参加者は初心者でも気軽に着物を着られるようになるコツを楽しく学んでいました。祖母の着てたやつ今年こそはちゃんと着れるようになりたいなと思って、はい、なかなか難しいのかなと思ってハードル高いのかなと思ってたんですけど盗んだりするのが簡単にできるんやとか何度もやらないとわからないけどすごく楽しくやれてるなって思ってます。その他会場には飲食ブースも並び地元の人も気軽に訪れて着物話に花を咲かせながらのんびりと過ごしていました。いやーそれいいですよねしたらね着物って着物の着方も変わってるし、もうそれはちょっとゆっくり今、イベントを企画したのは1年前に県外から安芸市へ移住してきたこちの屋のスタッフの松村春江さんです。最初は結構その秋の友達とかと一緒に秋を着物で歩いてる人が増えたらいいねとか着物興味はあるけどちょっと着方がわからないとか着てく場所がないよねっていう話から初心者も含めて着物を着る楽しむ会にしたいねっていう風に始まりました。こちの屋だけじゃなくて商店街だったりとか土井家中の綺麗な街並みがある方だったりとかそういうところを着物を着て歩いている人が見えるようにしたいなというふうに思っていますし外国のお客様とかにもチャレンジしてもらいたいなというふうに思ってます。着物に触れて地域を楽しむイベント日々着物はインスタグラムなどで情報を発信していくということです。